はい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 。そら買った方がいいんよ。そら絶対買った方がいいんやけど、今日の同点引き分けっていうのはマジででかかったと思うし、本当にね、ピッチャー陣えぐない。マジでみんな去年思い出してほんまに。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありましたファイターズ対ジャイアンツの試合解説やっていこうかなというふうに思ってます。はい、結果からなんですけど、まあ今日ね、勝ちきれなかったんですよね。まあ3連勝できなかったっていうところあるんだけども、やっぱり試合展開見てると、よう同点に持っていけたなっていうところはあるんですよね。で、結果は3対3の12回まで行って引き分けだったんですけど、マジでね、今日ね、ちょっと、ああ、負けそうやなっていう感じはあったんですよ。ただ、後で詳しく解説しますけども、エリーのね、ヘルナンデスのホームランもありまして、まあ、カズマもホームラン打ちましたけども、ありましてね、なんとかこう、同点でね、終えれた。で、リリーフ陣もマジで、特に赤星投手か、まあ、みんなちゃんと投げてくれたんだけど、本当にね、素晴らしいリリーフ陣やなと、去年とは大違いやなというふうに思いました。まあ、勝ってほしかったんだけど、今日は素晴らしい引き分けというところで、ございますと。で、今日の一言、試合、後の一言言わせてください。こちらになります。ヘルナンデスのホームラン、めちゃくちゃ大きかったですよと。で、今言いましたけども、リリーフ陣よく粘った、まだ泉がいたというところでね、ヘルナンデス選手が、まあ、8回にホームランね、ソロホームラン、2アウトランナーなしから打つわけですけども、これでね、同点になりますと。で、しっかりそこから繋いでって、まあ、こっから7回以降0点ですわ。で、僕、驚いたんですけど、おいおい、まだベンチ入りにまだ平内と泉おんぞと。マジかと。こんだけ、マシンガン系統じゃないけど、こう、一人一人ね、区切ったりとかっていう系統もしてたんだけど、それでもまだ2人おんのかと。それで、ましてあんだけ抑えてる泉投手がまだベンチにいるっていうところで、すごいなと思いました。正直、そのピッチャー陣の層の厚さ、特にリリーフ陣の層の厚さっていうのは、素晴らしいなと思いましたし、よくね、まあ、本当は勝ちたかったんだけど、同点で終えたっていうところで、まあ、交流戦ね、ジャイアンツ終わりましたけども、6連敗。なんと6連敗あって、借金1で終われたっていうのは、非常に素晴らしいね、戦いが、6連敗以外はね、できてたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあね、ちょっと軽く振り返っていきまして、で、僕が気になったところを見ていきます。はい。今日まず先制したのはね、ファイターズでした。2アウト3塁から松本選手ね、センター前ヒット。これもうまく打ちましたわ。これもうね、ショートスイングでね、うまく対応しました。はい、で、4回もでもワンアウト1塁で岡本選手ね、このホームランね、2試合連発というところで、どこまで飛ばすねんと。どこまで飛ばしてんねんって。2階席か。2階席のところ、ダーン行ってんね。素晴らしいホームランでしたね。外から取りに来たスライダーね、ガッチーってね。昨日のホームランもそうでしたけども、今日のホームランもね、素晴らしいホームランだったなというふうに思います。で、4回裏もですね、ツーアウト1、3塁から水野選手がね、いやらしい感じでね、これレフトにこれ、詰まった感じで打つんですよ、ツーベースね。これもね、いやらしかったですよね、はい。で、6回裏も、ワンアウトからね、これね、万波選手のホームラン打たれちゃうんですけど、これね、ちょっと語弊あったら申し訳ないんですけど、トスバッティングみたいな感じで打ったんですよね。まあ後で詳しく言いますけども、ちょっと変化球意識しながら、ポンみたいな。変化球、ストレート来た、ポンみたいな感じでホームラン打ってるんで、これちょっとえげつないなっていう感じはしてます、正直ね。で、8回まで最後ね、ここ先ほどヘルナンデスのホームランめちゃくちゃ大きかったよというふうに言いましたけども、2アウトランナーなしで、ね、ここホームラン打ってほしいなっていう時に、これヘルナンデスがね、パーン打ちましてホームラン。これはでかかったっすね。めちゃくちゃ、インサイドの最後ボールで決めに来たんだけど、追い込んでからね、決めに来たんだけど、それをカッチン打ってホームラン。まあ少し甘くなってるんだけども、でもそれでも打ったね、このヘルナンデスが上でしたわ、正直ね。はい。っていうところで、まあね、ここからゼロバーって並んでまして、最後3対3というところで、まあ、ジャイアンツと交流戦を、今日でね、終わりましたというところです。じゃあ、僕が気になったところね、一個一個ね、できるだけ分かりやすく、面白く、楽しく解説していきたいなというふうに思ってます。はい、まず一回もでね、丸選手、マジで調子いいよね。安定してるよね。やっぱりね、初球のスライダー、パーンヒット打つんですよ。いきなりね、ライト前ヒット打ちますと。で、ここ、今日ね、岸田選手2番に入ったんですよね。
DH で2万人入ったんですよ。それちょっと驚きでしたけども、あ、僕だったら、あの、キャッチャー、岸田選手にして、DH 大城選手とかに、まあ、しようかなというか、僕がもし監督だったらね、とか思うんだけど、やっぱりそこっていうのは、まあ、菅小葉っていうところもあるし、っていうところ、まあ、岸田選手もまあ、状態バッティングいいんで、今日は2番で使ってみようっていうところでね、すごく面白い打順だなっていうふうに思いました。で、ノーアウト1塁で、岸田選手、これ、2ストライク、追い込まれてから、2-1 かな、1ボール2ストライクから、ラインのヒット出るんですよ。ラインのヒットって、まあそのストライクゾーンの近辺に来たら、バッター打ちに来なさいよっていうところ。ゴロ、まあ、ゴロ打ってほしいですよって。で、ランナー走りますと。で、ボールだったらそれがスチールになるっていう形なんですけど、そこでちょっとね、やっぱりバット当ててほしいところあるんだけど、カットボール来たんですよ、最後ね。で、ストレートだと思って振りに行ったら、最後キュンって曲がって、空振ってしまって、これね、三振ゲッツになっちゃうんですよね。これちょっとね、痛かったなっていう、初回ですしね。ちょっとね、もったいなかったなっていうところはありますと。で、次、この1回はですね、今日4番に清宮選手が入ってましたと。で、この回で、先頭はこれ野村選手、レフト前ヒット。で、ノーアウト1塁で、松本選手は、三振、空振り三振と。で、タミヤ選手がこれレフト前ヒットね。これ、タミヤ選手っていうのは、ほんまになんか、ミートの鬼みたいな感じだね。本当に初球のカーブなんだけど、まあ、テイクバックもね、トップも結構浅めの、こう、あんまりこうやって引かないから、もう自分のこの耳のところにずっとあるみたいな感じ。だからバットが常に、インサイドでもアウトサイドでも、すぐ出せるっていうようなところにトップがあるんでね、初球のカーブでタイミング外してやろうっていうところだったと思うんですけど、それもね、タイミング外されてるんだけど、パーンってここに、耳のところにあるから、すぐバットが出てくるっていうところね。これレフト前ヒットね。で、これワンアウト一塁で清宮選手をね、これね、463のこれダブルプレイに取れた。これ非常に大きかったっすね。マジで大きかった。うん。フォークボール1球、ボール球なって、で、スライダー行ってね。で、引っ掛けたような形で、463行って、これ非常には、当たりも良かったんだけど、当たりが良かったからこそ、逆にゲッツーね、なったと思うし、非常にね、ピンチを切り抜けたというところでしたね。はい。で、次。3回もですね、これね、ワンアウトから小林選手センター前ヒット打つんですよね。これ綺麗なヒットでしたね。ストレートもね、パチン。あれね、前打席やってほしいなっていうところあるんだけど、非常にナイスバッティングでしたね。で、ワンアウト注意で、まあ、校長丸さんがね、1番にいるんで、市口選手バントで送って、ランナー2塁でなんとかしようという考えだったと思うんです。で、バントもね、しっかり決まりましたと。で、2アウト2塁で丸選手、ここ打ってくれっていう時なんだけど、ここはね、ちょっとセカンドゴロというところで、やっぱり、先ほどスライダー初球打ってきてるから、やっぱりね、違う球種を見せながらね、シュートボールなんかをインサイドに行きながら、ちょっと、意識させながら、最後は、フォークボールというところでね、さっき初球打ってるんで、フォークボール見てないわけなんでね、そこで引っ掛けて、セカンドゴロというところで、さすが、いいバッテリーだなというふうに思いました、日本ハムバッテリーね、加藤投手ね、はい。で、次、3回はですね。はい、ここです。はい、ここ、まずね、ワンアウトからね、磯畑選手がこれね、レフトにね、ツーベース打つわけですよ。うん、足早いね、ほんま僕、中央大学に彼がいるときに、試合したことあるんだけど、足バカ早かったのよ。ほんまに、足くと早かったから、僕が見た中で一番足早いからぐらい、足早いですね、これ。で、ワンアウト二塁で、これ野村選手、これ空振り三振ね。なんだけども、2球目に、ちょっとワイルドピッチがあって、ランナー3塁になってしまうと。うん。で、2アウト3塁なんだけど、これ松本選手ね、先ほど、やっぱ、三振してるじゃないですか。だから、やっぱり、バット当てたいっていうの。ましてや、それ2アウト3塁で、なんとかこう、ミートして、内野の頭さえ越したらタイムリーになるんでね、っていうところで、なんとかね、このね、変化球をマークしながらストレートを待ってたというね、変化球をマークして、ストレートを遅らしながらファールを打ってたっていう形だったんですよ。で、ここは読み合いだったんです、だったんですけど、まあ、その、変化球マークしてるなっていうのは分かってるんだよ。どっちも分かってるんだよ。うん。菅野さんも、誠司さんも分かってるんだけど、裏書いてまっすぐ行って、打たれんのもっていうところで、最後ね、カットボール行ったんよ。外にね。で、それをうまいこと松本選手がポーンって当てて、先ほど言ったように内野の頭さえ超えたらタイムリーやからっていう意識があるから、うまいことね、ポーンって当てて、センター前ヒット打つんですよ。これはね、非常に素晴らしかったと思いますと。もしかしたら球をね、今日ね、150キロバンバン超えてたんで、まっすぐで、インサイドまっすぐとか来るかもしれないってバッターって考えちゃうんだけど、それでもね、最後まで変化球を待ち続けて、この松本選手のこの読みっていうのがね、素晴らしかったなというふうに思います。で、これ、タミヤ選手、次打席ね、2アウト1塁でタミヤ選手なんですけど、これね、レフトのファールフライだったんだけど、これ、萩尾選手がね、これ、フェンスだったらこうバーンってぶつかりながら取ったんですよ、ジャンプしてね。これね、非常に大きかったと思います。タミヤ選手ね、
これまでもそうですし、今日もね、まあヒット打ってるんで、非常に状態がね、ずっといいんで、これね、もしファールになってまた繋がれたりしたらめんどくさかったんですけど、そこをね、しっかり萩尾選手がフェンスにね、ぶつかりながらでも取ったっていうのはね、僕ね、非常に大きかったなというふうに思います。はい、次、4回表ですね、これね、岡本選手のホームランね、はい、昨日のホームランも素晴らしかったですけども、今日のホームランもマジで素晴らしいね。どこまで飛んだみたいな。おいおい、どこまで飛ばすみたいな。多分、日本ハムファンもね、びっくりしてるんじゃないかなと思いますと。で、これ、ノーアウトから岸田選手がライト前ヒット打ちまして、で、ヘルナンデスが、まあ、ライトゴロという形になって、ランナー入れ替わった形になるんですよね。で、ワンアウト中で岡本選手ホームランね。これね、加藤投手からしたら、やっぱりカットボールとフォークいってるんだけど、どっちもボールになっちゃったんですよ。どっちか多分ストライク取って、ワンエンドワンにしたかったんだけど、どっちもボールになって、ツーボールになっちゃったんよ。で、そこで、まんまとストレート行くのも怖いし、というところで、外からのスライダー行ったんよ。それがちょっと真ん中入ってきて、岡本、カズマーってホームランで、もうどこまで飛んでんのって。多分130飛んでないから、130弱ぐらい多分飛んでるんで、ほんま素晴らしいホームランだなと思いました。やっぱり、黄色のホームランからちょっと、状態が上がってきてるんちゃうかなっていうところはありますと。はい、で、次ですね。これ4回裏ですね。これね、ネチコイなっていう、いやらしいなってとこなんですけど、これね、2アウトからね、これ連打浴びるんですよ、菅野さんね。これ細川選手、これライト、レフト前ヒットね。これフォークボール空振りしたから、もう一度フォークボールいけるやろってところで続けたんだけど、それうまいことね、対応してきたんですよね。これ素晴らしいですよね。で、ツーアウト1塁で、レイエス選手はね、これセンター前、これ1球目のカットボールなんだけど、これね、1打席目とかもね、スライダー全く合ってないんですよ。全く合ってない。あっち向いてホイしてるんですよ。もう、あっち向いてホイっていう。外のスライダーあっち向いてホイしてたんですけど、やっぱり頭いいから、レイエス選手もね、やっぱ考えるから、あ、このスイングじゃ打てないよ、というふうに思って、やっぱりセンター返しやなっていうことでね、やっぱちょっとね、意識はね、やっぱりこう、ショートスイングというか、ちょっと意識を逆方向に置いたわけですよ。で、そしたら、その先ほど空振ってたスライダー系のボールをね、初球ね、パーンってうまいことセンター前ヒットに打ったって、これはね、素晴らしい修正能力だなと思いますと。で、ここですよね。ツーアウト一三塁で水野選手にこれレフト線のね、これツーベース打たれるわけですけども、一球目カットボール行って空振りして、で、二球目フォーク行ってボールで。で、これワンワンになるんですよ。で、先ほどのこの細川選手の時もそうだけども、一球目のボールを空振ってるから、もう一球いけるんちゃうかっていうところで、もう一球カットボール行ったんですよ。だけども、これ日本ハム打線のね、これちょっと特徴だと思うんですけど、空振ったとか、ちょっと、あんまりうまくいかなかったボールへの意識ってやっぱ強くなるんだよね。これ日本ハムね。で、これさっきカットボール空振ったから、もう一度カット行ったんですけど、それをまた打たれたっていうところで、ちょっとね、もし、日本シリーズとかで、対戦するんだったら、空振ったボールとかが非常にこう、バッターの頭に残ってるっていうのがあるので、逆に、あえて違う球種行ってもいいんじゃないかなっていうところはありますと。はい。で、まあこれでも、打ったバッターがね、うまく打ってるってところなんですよね。やっぱり一球で修正してるわけですから、空振ったボールを次ね、来た同じ球をパーンってしっかり打ってるんでね。それは、日本ハム打線の素晴らしいところだなっていうふうに思います。はい。で、これ書いてないんだけど、また今日も、直樹たまらんプレーが出ました。はい。はい。で、ここね、5回裏で、ツーアウトから、これ、タミヤ選手の、これ、セカンドゴロなんですけど、これ、吉川選手じゃないとアウト取れないわけですよ。素晴らしい。この、二遊間のところね、パーンと、パーンで、これ、ファーストアウトね。これ、もう素晴らしいね。もうちょっと、麻痺しちゃってるからね。うん。巨人ファンは麻痺しちゃってるから。もう、これが直樹の当たり前だと思ってるから、当たり前じゃないから。当たり前じゃないのよ。直樹以外は全員無理なのよ。取れないから。普通にセンター前なのよ。だからもう巨人ファンはね、ちょっとね、本当にね、直樹の守備というところはね、もう本当に、もう直樹とか言ってるけど、直樹さんの守備はね、ほんまにね、ちょっとね、もう変えがたいというか、もう唯一無二。誰もできない。素晴らしい。はい。で、ここですね、僕先ほどトスバッティングのホームランっていう風に言いましたけど、ちょっと大げさすぎるやろっていう風な、こと思った方いらっしゃるかもしれないけども、でもマジでそうなのよ。これね、ワンアウトランナーなしから万波選手ホームラン打ったんだけど、これね、万波選手も1打席目、2打席目、やっぱりスライダーっていうところに合ってないんですよ。今日の菅野さんのスライダーの幅もうマジこんなん。キューンみたいな。キューンって特に三振取りに来る時のボールとか、外のボールとか、キョンキョンみたいな。だから右バッターの外はちょっときついなっていう感じはあったのよ、多分ね。で、だからそんだけスライダーでやられちゃってるから、やっぱりそれ意識するじゃないですか。うん、やられてるから。で、
で、ツーシーム行って、これファール、スライダー行ってファール、で、カットボール行ってボールって言って、ああ、もうこれ変化球、くっきそうやなって、万波選手も思ってるわけ。自分もやられてるから、1打席目、2打席目ね。で、それで、最後、じゃあね、そんだけストレート、じゃあ変化球に比重があんやったら、ストレート投げ込んで やるわいっていうところで、菅野投手、バーンアウトコースに投げたんですよ。そしたら、万波選手、はい、変化球、スライダー、スライダー、スライダー、まっすぐみたいな感じで、わかる？スライダー来い、スライダー来い、スライダー、まっすぐ来た、パーンみたいな感じで、ほんまに、バットポンって落としたみたいな感じの、トスバッティングみたいな感じで、マジでライトにホームラン打ったのよ。これ、ぜひ見て。パリーグ TV とか、検索したら絶対出てくるから、これね、素晴らしいホームランなのよ。うん。だから変化球マークしながら、速いボールが来て、こう、慌てて、こう、ちょっとパンってバット出したみたいな感じで、それでライトスタンド入ってるから。もうチートやから、こんなん。うん。マジで、これね、万波選手、すごくいい打ち方したなと。企画外のパワーやなと思いました。で、次、7回表ね。はい、これね、ここはね、杉浦投手がよく踏ん張ったなってとこなんですけど、これワンアウトから吉川選手センター前ヒット、素晴らしい。で、ワンアウト一塁から坂本選手、打ててなかったんだけど、レフト線にツーベース打つんですよね。で、ここチャンスですよ。ワンアウト二三塁。で、ここどうするというところで、杉浦投手出てくるんですよね。で、こっちも、ジャイアンツ側もピンチヒッターやろ、というところで、大城さんだとするんですよ。で、初球ね、フォーク、来て、大城さんがちょっと泳いだような形、うん、打ちに行って。で、それで、ホームでアウトになっちゃうんですよね。ここね、杉浦投手一球で火消しというかね、素晴らしい投球だったなと思います。まあ、大城投手も、大城選手も、まあ、その、甘い球はなかなか来ないっていうところもあるし、追い込まれて三振するぐらいだったら、早めに勝負かけていくっていうところだと思うんですけど、うん、まあ、ここは難しいですよね。で、次の、伊豆口選手も2アウト1、3塁だったんだけども、まあ、ショートゴロというところで、まあ、チャンス、で、点取れない。まあ、ここは、まあ、いい、ピッチングされたなっていうところはあります。杉浦投手にね。はい、素晴らしいと思います。で、次、これ8回表ね、これヘルナンデスの起死回生のホームランなんですけど、これね、素晴らしいね。ほんと素晴らしい。これね、ワンアウトから岸田選手がね、レフト線にヒット打つんですよ。で、ちょっとね、まあ、多分、磯畑選手の、まあ、肩の強さとか、そういうのも、頭の中には入ってたと思うんですよ。で、それ2塁狙うんですよね。うん。二塁狙ったんだけど、磯畑選手とめちゃくちゃいい返球が返ってきて、二塁でアウトになっちゃうんですよ。で、これって、皆さん見てる方も思ったかもしれないけど、おいおいって、行くんやったら二塁セーフなるよって、多分おそらく思ったじゃないですか。で、大体ベンチも、おぉ、アウトか、せっかくのヒットがってやっぱ思うわけ。うん。みんな思うわけ。人間だからね。うん。で、それってやっぱチームとしてちょっと雰囲気下がるじゃないですか。おや、ヒットやったのに、お前、二塁でアウトになったんやけ。まあ、積極的なそれはいいんだけど、アウトかよって、なる、ああ、ツーアウトやってなるじゃないですか。で、そこでのホームランやからすごいのよ。チームの雰囲気がカーンって下がった時に、ホームラン打つからすごいのよ。うん。で、これも、ストレートストライク、ストレートボール、カーブボール、で、カットボールをファール打って、で、チェンジアップボールっていうところで、前のチェンジアップでね、タイミングを遅くしてるから、最後インサイドで決めたれっていうところで、インサイドズバッと行きたいと思ったんですよ。ただ、ちょっとだけ中に入って、それをヘルナンデスがカーン打ってホームラン打つんですけど、これはね、素晴らしいね。ヘルナンデスが。うん。川野投手かな？川野投手も、なんかまあ、ちょっと多少ちょっとだけ甘くは入ってるんだけど、全然配球も悪くないのよ。とか、めちゃくちゃいい配球してるのよ。だけど、これ打ったヘルナンデスが素晴らしいね。マジでこれ起死回生というか、これなかったら今日負けてるからね。うん。素晴らしいなと思いました。で、最後ですね、これ、8回目ね。これね、ポジショニングが素晴らしいというお話なんですけど、これね、8回裏、ワンアウトから万波選手がね、これね、ライトへヒット打つんですよ。さっき、ホームラン打ってますよね。で、普通だったらちょっと大振りしたくなるところを、あえてね、謙虚にね、ライト前ヒット、これ素晴らしいですよね。で、上川畑選手がバント決めると。で、2アウト2塁でレイエス。さっきね、うまいこと、菅野さんのカットボール、センター前ヒット打ってますと。で、センター中心にね、返してってすごくいい結果出てるんで、この打席も、センター返してくるだろうっていう風にね、呼んでね、直樹さんがちょっと二遊間寄りにクーって、守備位置がクーって寄ってるんですよ。で、ピッチャーのね、赤星投手の、ここ抜けたの。言うたら、ピッチャーの右足か。右足ぐらい抜けたの。普通だったら、ショートが取るようなボールを、直樹さんが回り込んで、ファーストバーンアウトして、この回を、ピンチを抜けるんだけど、やっぱりこれポジショニングが素晴らしいよね。うん。ほんまに素晴らしい。だって普通のポジション守ったら、絶対ヒットで、これね、
変えられてるから。うん。万波選手足速いやん。これ負けてるから今日。うん。だけど、ポジショニングでセンターに寄ってたから、それ取れてんのよ。さっきの、言ったね、変え聞かへんって言ったファインプレーもそうやし、このポジショニングもそうやし、もうね、見えないところでの貢献度がエグすぎる、吉川直樹の。あ、すごいね。あ、これはね、もう本当にね、僕ね、昨日も言ったと思うけど、今年これでゴールデングラブ取れへんかったら、もうマジでブチ切れるよっていうぐらい守備エグい。ほんまにエグい。嗅覚とか、その守備位置に関してもマジでエグい。すごい。で、そっから、まあね、今日、リリーフ陣がバーで繋いでって、まあそっから、赤星投手、赤星投手が2イニングと、3分の2投げて、バルドナード行って、西舘投手行って、ケラー相手ね。ケラーなんかも最後3者三振やからね。うん。で、まだこれ、こんだけ、今日なんか菅野、船場様、高梨、赤星、バルドナード、西舘、ケラー、この7人投げてて、まだ、平内と、泉がいるから。この系統の中にね、これまだ残ってんのが、それすごすぎひんって。去年と大違いやないかっていうところで、去年からもうちょいちゃんとやっとけやって話なんですけど、でもそれぐらい、素晴らしいピッチャー陣でね、しっかり抑えれたと思うし、まあ今日ね、途中から大城選手がマスク被ってましたし、そこもね、しっかりリードっていうところも、ジェスチャーとかもね、しっかりちゃんとやってましたし、ピッチャーとね、しっかり意思疎通っていうのも剥がれたと思うので、そういったところも含めて、まあ今日勝ちたかったんだけど、まあ今日はね、しっかり同点で終われたっていうのは、非常にね、負けなかったっていうのは素晴らしいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、そんな感じでね、今日で、ジャイアンツは交流戦終わりましたけども、まあその6連敗やってね、あんだけ泥沼のクソやないかって僕暴言吐いてた時もありましたけど、ほんと申し訳ないですけど、でもあの6連敗やって逆に借金1ってすごない。6連敗してて借金1やね。だからそれまでの戦いがやっぱり貯金があったから6連敗しても借金1に追われたと思うので、そういったところで、非常にね、まあ、セリーグのね、普通のゲームには変わっていきますけども、まあ、最後ね、調子が悪かったんだけど、最後ちょっとまだ調子が上がってきたっていうところで、この調子を維持しながらね、岡本選手とかもホームラン出てますし、まあ、坂本選手もね、あんまり内容は良くないんだけども、今日もね、ツーベースも出てますから、ちょっとずつ上がってきてるなっていう感じはあるからね。そういったところで、まあ、ピッチャー陣の疲れとかも、もしかしたら、もうね、今30度超えて始めてるじゃないですか、気温が。だから、いろいろね、しんどいところあるかもしれないけど、みんなでね、カバーしてって、優勝してもらいたいな、というふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これでもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。